5月20日木曜日、おはようございます。モターステープ株式会社代表取締役のモターシです。今日は2月19日、3ヶ月前に屋上に設置したこのナイロンのテープとプリントした、ポリエステルのテープ、こちらの色褪せ具合ですね。先月見た時にはそれまであまり色が褪せてなかった、耐光堅牢度の良い染料で染めたナイロンテープと、消火転写プリントをしたポリエステルテープ、こちらも少し色が褪せてました。あれからまた1ヶ月経ってみてどれぐらい色が褪せてるのかを、この後比べてみたいと思います。はい、それでは屋上から、撮ってきたサンプルと、先月その前に撮ったサンプルを比べてみたいと思います。まずはこちらですね。耐光堅牢度が良い染料で染めたナイロンテープ。こちらも、はい、こんな感じで色が1ヶ月経つと、やっぱり褪せてきています。元々の色がこの色なんで、はい、これぐらい白茶けてきてますね。これぐらい色が変わってます。で、裏側はまだ比較的、カーキ色の色が残ってる状態なんですけど、日に当たってた方は、これぐらい白くなっています。で、堅牢度の、耐光堅牢度の悪い染料だと、はい、こちら、これぐらいの色の差が出てます。もうまるっきり違う色ですね。先ほどの、よいしょ、耐光堅牢度の良い染料で染めたものと比べても、これぐらいの差が出ています。ナイロンテープは本当に染料の選択が大事です。で、ポリエステルの消火転写プリント。こちらもやはり、先月少し色が褪せてきてるっていうことをお伝えしたんですけど、今月もさらにその辺が、進んでいます。ただ、ナイロンのテープに比べるとそれほどではないんですけど、元のテープに比べると若干ですね、はい、色が褪せてるのがわかります。で、こちらがポリエステルのウーリー、柔らかい糸ですね。先ほどのはシートベルトみたいなテカテカした光沢のある糸なんですけど、こちらはウーリー加工した、ちょっと柔らかい糸、はい、こちらもそうですね、若干色が褪せてます。で、この中で一番褪せてるのがこのスパン紙といって綿みたいなケバケバした糸です。このテープに関しては、まあ、こうやって比べても若干やっぱ分かるかと思うんですけど、一番最初のものに比べるとこれぐらい差が出てきてるので、消火転写プリント、ポリエステルスーパン、これが一番やっぱり色褪せが激しく出ています。はい、あともう1ヶ月、残りのテープを、屋上の方にずっと置いとこうと思ってますので、まあ、それで、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、4ヶ月経ってどれぐらいまで変化した、それでこの実験は終わろうと思っています。ではまた1ヶ月後同じようなご報告をいたします。今日も一日お疲れ様でした。